海底か？はい、ということで、今回圧倒的な、リーク数でありました。かなまに、お塩ママ大戦争。こちらがね、勃発しておりましたというリークでございます。まず、課されたのは、マリン先輩に対する、巨乳を勝手に連成した罪。そして、カナタ氏に勃発したのは、無断使用罪。はい、こんな罪がね、起きてましたよと。無断使用ですね。もう一回インターネットに上げてしまったものというのは、もう二度と取り戻せないというふうに、まあ、マリリー社もここで言ってるんですけれども、勝手に使用し、胸を盛るということをね、してしまいました。ということで、さらにこの無断使用罪というのが、適用になりまして、改定するのかという風になっているというのが現在の状況でございます。この改定に関しても誰が被告人なのかというのもね、話題になっていたりしたんですけれども、これを朝子屋的にはですね、もうマリリ社は解決してるんで、まあ、被告人は無断使用罪の方のカナタになるかなと思いまして、まずは、お塩ママ先生にね、今の気持ちを、というふうに聞いてまいりました。そうしましたら、お塩ママ先生から返ってきたのはこちら。有罪！わかりやすい！多分これ今、お塩ママ先生は、有罪ボットみたいな感じでね、聞かれたら、有罪！有罪！ってなっているモードに入っていらっしゃるんじゃないかなと。そして、かなたんに聞いてきたところ、今どんな気持ちですかと。これが返ってまいりました。いや、もともと G カップだもん。有罪！カーツ！わー！これはね、ちょっと一般的な G カップという認識の中で言うと、虚偽の申告をね、しているなぁと、もう息を吐く、息を吸うように、こんな虚偽のね、発言をできるかなたんは、まあ、有罪なんじゃないかなとね、ちょっと、こより的には、まあ、朝こよ的にはこの様子を見守っていて、そう思ったんですが。まあでも、朝こよは、法廷ではないのでね、ジャーナリストが勝手に有罪って言ってるだけで、まあ、本当に有罪になるのかどうかはわからないですけれども、この、話に、決着はつくのか、改定するのか、今後に、目が離せません。ということで、改定か？というリークでございました。